配達用車両株式会社エコハイは、東京都港区に本社を置く、特別席合わせ事業、倉庫業務を行っている日本の運送会社である。株式会社エコハイは、ジャパンブリッジとして実施してきた、エリア限定宅配便サービス事業を継承し発足。2012年7月より、全国宛ての宅配便サービスを実施している。2013年3月8日、楽天と、資本、 業務提携した。2015年9月、アスクル株式会社と資本業務提携契約を締結。2016年8月、日本郵便株式会社との協力体制による配送を開始。2017年2月、ヤフーショッピングの出店事業者向けに限定した格安宅配サービス、エコハイエコプラス EC の提供を開始。二千十七年十一月、 子会社である株式会社エコプロパーティーズ、物流不動産アセットマネジメント事業を開始。株式会社エコハイ会社概要 AB 株式、会社エコハイ第14期決算広告エコハイ、価格と環境で、急成長一律330円の宅配サービス、展開物流ウィークリー2010年7月30日、エコハイ全地域での収荷開始のお知らせエコハイ。 ニュースリリース2012年7月25日、AB 楽天とエコハイ、資本、業務提携東京における配送サービスで、協業開始、楽天プレスリリース2013年3月8日、オフィス消耗品物流における、CO2 削減の取り組みを強化国用プレスリリース2009年11月11日、エコハイとオフィスバスターズ、宅配業務について、 業務提携を締結1月12日より、オフィスバスターズ都内4店舗にて、荷物の持ち込み受付を開始エコハイプレスリリース2009年12月25日、オフィスバスターズで、エコハイのお荷物取り扱いスタート、楽天マート、地配で苦情相次ぐ、エリア拡大が裏メカ通販新聞2013年3月22日。ありがとうございます。